あなたが今日からナムコプロで働いてくださる人ですね。そんなにかしこまらないでください。女の子？誰かしら。多分事務所の誰かだとは思うけど。もしかしたら運命の相手だったりして。あ、そういえばまだ自己紹介をしてなかったわ。私ナムコプロで事務などをしております、音無しことりと申します。社長があちらでお待ちです。どうぞ。よく来てくれた。私がこのプロダクションの社長高木だ。君の仕事は我が社に所属するアイドル候補生たちをプロデュースすることだ。目的は彼女たちを芸能界のトップへと導く。道は厳しいと思うが頑張ってくれ。ではまず現在プロデュースを待っているアイドル候補生3人の中から1人を選んでもらう。その後とトップを目指し二人三脚で頑張ってもらうことになるから慎重に選びたまえよ。なお1人選べば他の子はライバルとなる。もちろん同じナムコプロの仲間ではあるが、アイドルの頂点に立つ、それとトップアイドルを育て上げプロデューサーとしてのランクを上げ、では君の大切な。お、さらぎち、ここの向かいの部屋で一人音楽を聴いているはずだ。では早速迎えに。この曲ブラームスのロタン調に似ている。けど抑揚の付け方と振り幅がやや大きい。あ、誰？初めて見る人ですね。何か用でしょうか。今忙しいのですが。あなたが私の？もちろんです。これから仕事。どうやら悪い人ではなさ。それで決定ですね。いい名だと思います。せいぜい怪我さないようにできればと。だからといって、完璧にマスターしました。プロデューサー？それでは分かりません。プロデューサー？プロデューサー、どういうつもりですか？なるほど、わかりました。プロデューサー？それではわかりません。プロデューサー？プロデューサー、どういうつもりですか？真剣に教える気がないのならやめてください。完璧にマスターしました。
プロデューサー？それでは分かりません。